こんにちは、今日はサトフル杯優勝戦です、これから、優勝戦出場メンバーで、インタビューしていきます。しっかりマッチョで頑張ります。行け、青ひげマン行ってこい。青ひげマン行ってきます。はい、1号車は竹内先生、はい、竹内さん、優勝戦出場おめでとうございます。はい、ありがとうございます。近況、両走路の動き半端ないいいと思うんですけれど、はい、どうでしょう、はい、エンジン感じ教えてください。エンジンはね、はい、もうだいぶ高いレベルにあると思う。結構いいところに来てますから、はい。これから優勝戦に向けては、どこか扱うところあったら教えてください。特に今のところは考えてない。もう結構満足してる状態まで来てる。まあ、満足はしてないけど、でも高いレベルには、結構ハイレベルなところで来てる感じ、はい。考えてタイヤはありますか。タイヤはちょっと昨日のが乗った感じが正直ちょっとあんまり不安だったんで、はい、今から当たり付けして別のタイヤで、はい、昨日のものとは交換していく感じ、はい、変えていきます。さあ、ここ0戦2車並びです。近況、スタート切れどうでしょうか。あとは、まあ、もっと速くなりたいという気持ちはあるけど、でも結果的にはいい時が多いんで、まあ、結構いいですね。あまり考えずにいつも通り切ればと思ってます。これ結構ハイチャンスだと思うんですよ。隣の岩沼さんがフライング切ってるのちょっと全然切れなくなっちゃってるんで、あ、ね、結構展開向くと、まあ、自分とっては、ね、条件はすごくいいと思うんで、そうですかね、それを活かせるように。わかりました。そうしました、はい、竹さん、はい、6年ぶりの優勝かかります、はい、優勝戦の意気込みカメラに向かってお願いします。はい、エンジンはいい状態にあると思うんで、優勝を目指して、頑張ります。明日からはぜひここに、ご来場いただいてオートレースを楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。お待ちしております。はい、2号車は岩沼選手です。はい、安さん、今年地元初レースおめでとうございます。ありがとうございます。今年これで5度目の優勝になりましたけど、今節エンジン走った感じどうでしょうか。そうっすね、なんかまあ初日あんま良くなくて、はい、2日目まあ実績あるタイヤなんですけど、ドドドが来てちょっとペース上がんなかったけど、はい、はい、まあ展開で1着取れたっすね。いけた感じ、はい。今日これから優勝戦に向けてエンジン扱う予定はありますか。いや、もうないっす。ないですか。はい、はい。ここは考えてるタイヤあったら教えてください。タイヤはまあ今から練習行って当たりつけて当てて、はい、まあ8番だと、はい、まあ、結構は結構9番、はい、まあ、番後です、ね、いいやつだと思うんで、はい、はい、それで行く予定です、はい。さあ、ここは0戦2台並び、はい、近況、スタート切れ教えてください。スタートはフライングを13年ぶりにしちゃったんでちょっと切れないです。ちょっと切れない、はい、ここ2枠から1機のスタートなんて、そうですね、行きたいんですけど、ちょっと怖いですね。ちょっと怖いですか。わ、はい、かりました。結構優勝から遠ざかってると思うんですけれど、そうですね、はい、ちょっとね、久々に V なんていうのを、そうですね、まあ竹内さんについてって、隙があれば、ぶち込みたいです。わ、はい、かりました、はい。そうしましたら優勝戦です。意気込みカメラに向かってお願いします。優勝できるように頑張ります。応援お願いします。でこっちはパン持ってきない。ありがとうございます。いつも岩沼さんからパンをいただきました。嬉しいです。はい、3号車は新井選手です。新井さん、優勝選手のおだす。結構伊勢崎優出久々になりますかね。そうですよね、はい。ちょっとこれは、今回2着1着と来ましたけれど、いつも言ってるドドド、治ってきましたか。いやー、まあ、軽減はしてるんですけど、はい、やっぱり完璧には治ってないですね。やっぱもうちょっと足回りもっと煮詰めていきたいところで、エンジンよりじゃあ、優勝戦に向けて扱うところといえばちょっと足回り、まあ、やっぱちょっと、まあ、コーナーでロスしてるのが自分乗ってて分かるんで、はい、でその辺ちょっと、はい、あれ対策ですね。もうちょっと解消すればもうちょっと時計も出そうな、はい、分かりました。で考えてるタイヤどうでしょうか。タイヤは、まあ、すごいいいのはないんですけど、はい、いいのとやっぱ羽が広がります、ね、なるほど。ちょっとその中間のいる、はい、中間ので、はい、さあ、ここ10戦内枠です、はい、スタート切れどうでしょう。まあ、
ここは大丈夫ですよね。これゼロ戦2車食うなんていう展開も新井さんのいいスタート切れば。ちょっとこの間フライングしちゃったんで。あ、そうなんですか。抜けてるんで。はい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 、はい、重曹は立ってますけど。はい。まあそこまで。そこまでじゃないけど、はいはいはい、まあ十戦死守はしていきたいところですね。わかりました。そうしました。優勝戦です。意気込みカメラに向かってお願いします。まあ、そうですね。足回りちょっと多くして、まあ、優勝を目指して頑張りたいと思います。はい、4号車谷選手です。はい、ケンちゃん優勝選手のおざす。はい、ちょっとね、浜松は体調不良でちょっと決勝になっちゃいましたけど、今回優勝戦まで来てくれました。今回2日間走って演技感じどうでしょう。まあ、悪くないと思いますよ。悪くないですか。これから優勝戦に向けて扱うところあったら教えてください。キャブ、うん、ちょっともうほんとちょっとでいい感じで、考えてタイヤあったら教えてください。初乗り、あれ初乗りだからちょっとどうかわかんない、はい、それでいこうかな。それでいく感じで。さあ、これ10戦外枠です。スタート切れ教えてください。そんないい感じはないけど、まあ、なるべくついていけるように。新井さん用です。一気なんてことはないですか。ないですね。ないですか。新井さんに続いてってどっかで仕掛けられればいいです、うん、そんな感じですかね。いう形になればいいかな。わかりました。そうしましたら優勝です。意気込みの方カメラに向かってお願いします。頑張ります。はい、ここは今年初優勝です。5号車新井啓太選手です。はい、啓太優勝選手よ、おめでとう。ありがとうございます。まさか今年初とは思えなかったね。そうですね、初でしたね。ね、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ね、近況、走ってエンジン感じどうかね。前節フランク帰ってから、はい、もう見違えるように良くなりました。一気に変わった感じ。おい、はいはい、はい、これから優勝戦に向けては扱う予定ありますか。今ちょっとヘッド周り調整して、はい、で、まあ、乗ってみて、うん、でレースまでにどっちか考えます。はいはいはい、はい、扱うとしたらスプリングのちょっとザガネ抜きました。ザガネね、はい、ね、この辺がヘッド周りです。これがカム、これスプリング、はい、この辺でいろいろ選手は整備してます。これから、優勝戦考えてるタイヤどうでしょうか。タイヤはいろいろいいのはあるんで、うん、その中で一番いいやつを選んで、はい、一応朝練でもちょっと当てようかな。そうですね、うん、はい、これが良かったらこれも候補のね。さあ、ここ20戦最打ち、スタート切れ教えてください。スタート切れは、うん、正直ちょっと微妙す、ダメですね。これなんかフライングなんか最近やったの。フライングしました。フライングしたん、はい、そっから、うん、行こうとしても、うん、体がそうだよね、ストップしちゃうんですよ。ちょっと左手がじゃあ話しきらん。そうなんですよ。だってタイミングめっちゃ遅いもんね。いくつぐらいですか。ね、今回初日30、はい、昨日28、ですね、めっちゃ遅いです。ですよね。浜松も多分すごいことになってる。浜松ね、最終日463031。46？ 46、最終日。めっちゃ恥ずかしい。46から2着。めっちゃ恥ずかしいです。じゃあこれスタート7番手回りになりそうかね。なると思います。なりそうか。はい、はい、じゃあちょっとエンジン仕上げてね、ちょっと追い込める足作りましょう。そうです ね、はい。あれ、そういや、あれ何その T シャツ、ナンバーワン T、ナンバーフォー T シャツや。ナンバーフォー T シャツ、おあれおいいの着てますね、はい、やっとナンバーフォーがね、これ着て ね、はい、優勝戦まで来てくれました。俺じゃちょっと今日はね、はい、ナンバーワンのお披露目としてね、ナンバーフォーとしてね、ちょっと頑張りたいよね。そうですね、ね、はい、じゃあ行っちゃいましょう、はい、追い込んでね、はい、頑張ります。はい、じゃあ優勝戦です。意気込みカメラの方お願いします。はい、今年、初優勝できました。いつも応援してくれてる、ファンの皆様のおかげです。ありがとうございます。ずっと成績が振るわない中でも、自分のことを応援してくれてる、ファンの方にいつも力をいただいてます。今日はできる限り1着を取って、ファンの方たちにも喜んだ顔を見せたいので、精一杯走ります。応援してください。お願いします。はい、6号車です。ジロ選手です。ジロ優勝選手、おめでとうございます。今回エンジン乗りに変わって1節目でね、一発で優勝戦まで来ました。はい、エンジンは前の方に比べてどうでしょうか。
なんか変わらずいいですね。変わらずいい、うん、これから優勝戦に向けてはどっかやる予定あります？昨日レース終わって、うん、キャブちょっとやって、キャブやってかけて、うん、まあいい音出たんで、出た、まあ、今日はそれでいこうかな。今日はじゃあ8レースぐらいに合わせたちょっと音が昨日いい感じだったんですね。だね、わかりました。考えるタイヤどうかね。昨日と同じ番号で、うん、違うタイヤ、違うやつね、アメオール番号一緒、はい、番号一緒。さあ、この20戦真ん中です。スタートキレどうでしょうか？キレ悪くないですけどね。悪くない、はい。トリケラトップスがいるんでちょっと警戒しないと。ちょっとここは突っ張りたいよね、はい、そうですね。けどね、あの内枠のケータ全く切れんって言うんですか、ね、ほら、また青ケーさん、これ見てよ、ケータ20番で田村さん、うん、これまたほら、青ケーさん、これちょっと青ケーさん青ケーさん勉強しとくってこの間言ったんですよ、うんうん、で、これだ、これ またこれだよ。ちょっと俺のスタートなめんじゃねえってな、本当に。加藤さん、うん、加藤さん加藤さん、ちょっとこれもう一回注意しておきますよ。この二郎さんの印が三角、ケータが1個も切れてないっていうのは20枚、20枚、これ謎。これ二郎が一番遅れる展開なんで、青圭さんは謎。自分の展開予想はトリケラトップスか J グークの先頭争いって言ってんだけど、いいですね、それで行きたいよね。それで行きたいです ね。じゃあそれで行こうか。それで行きましょうね。わかりましたじゃあこれはちょっと今年初 V もぎ取っちゃおうか、スタート行って。まあでもいいよね、エンジンいいんでね、ぜひ。昨日よりはいいと思うんですよね。今日じゃあちょっと3、2としたら今日は3、2、1ですね。だよね、これだ、これだ。わかりましたじゃあ、今日優勝戦です。あれに向けて意気込み考えなくてどうぞあれに向けて、今回乗り換わった、J グクで優勝を目指したいと思います。応援よろしくお願いします。あれかあれ目指して頑張りますはい、ここは7号車ラスボス松本選手です。はい、ヤッシー優勝選手おめでとうございます。はーい、最高ね。今回エンジン乗り戻って1着1着来ました、はいはい、走った感じ前のエンジンよりこっちの方が結構いい感じ、なんかね、帰ってくれる感じがしますね。はいはいはい、うん、これから優勝戦に向けては、どこか扱う予定ありますか？とりあえずキャブ電気で、うん、まあ、合わせてとは思ってますけど、うん、はいはい。じゃあそこまで大幅には結構いいとこまで来てるんでちょっと微調整でね、はいはいはい。考えてるタイヤどうですか？タイヤはあります。あるありますし、今日も練習行って探します。はいはい、じゃあタイヤは問題ないと、はい、はい、大丈夫です。さあ、ここ20戦大外スタート切れどうでしょう？まあ普通に切って枠でうまいこと切っていけたらなと思いますけど。いや20では無理ですよ。20はもう枠通り出たら、はい。じゃあここは枠なりから7番手からさばく展開かね。あの展開がうまく向いてくれたらいいなと思います。はいはいはい、はい、そっかそっか。あれさ、何、はい、なのこれ、このユニクロのパクリみたいな寝袋ユニクロからスポンサーついて、おう、はい、そうなの、はい、いいね、いいね、はい、そうです。なんかちょっと違うんですかね。なんかこの間さ、ユニクロじゃないですかね。この間浜松のちっちゃい子がなんかちびクロみたいなの着てた。ああ、なんか彼もスポンサーついたみたいな、ね、ああ、なるほどね、はい、そっか、はい、ヤッシーすごいね、やっぱ。やっぱまあまあ、なんか、ね、なんでしょうね、やっぱ伊勢崎支店の1回くらい入ると、やっぱそういうスポンサーがね。そうでしょうね、多分、はい、さすがですよ。ありがとうございます。わかりました、はい。そうしましたら、今節優勝戦7号車、ラスボスです。はい、ラスボス、優勝戦の意気込みカメラに向かってどうぞ。はい、今節のラスボスとして、ラスボス、ラスボスとして頑張ります。応援してください。